出ましたナンバーズ3に、えー、6066回目の結果です金曜日えー、っと570でした <laughs> うんで私が選んだ数字31なので全然ですねうーん5が出ましたねえっと5と1が月からくれなかった数字でその中で5が出たと500と で、えっ、ー、と、0100でもなく、えっ、ー、と、010でもなく、0です、普通に。70なんで。うーん。はい、皆様はどうだったでしょうか。ちょっとこれはね、難かったんじゃないですかと思います。なんか、その、0、0とかも出、出はしたんだけど、1、1桁に0が出たかっていう感じですね。で、えっ、ー、と、 5か1で1をやったって感じでかでも70なのかなそうですかはい全然当たってはいないこれナンバーズ3さ <laughs> いけるかなあのえっと来年は No.3 いこうっていう気でやってはいるんですよ正直だってミニをさ買う人 あんんまりいないなと思うんですよね <laughs> でこのナンバーズ3ミで23回は当てとかないと3に移行したとしてもねも同じパターンが続くと思うんですよ1年間やって <laughs> 去年と一緒の感じで結局あの的は同じなので、えー、とナンバーズ4からは別の、えー マンバーズ3とナンバーズ3ミニは同じ的でやってるんでね。まずミニを当ててないやつがさ、ナンバーズ3行くなんて、そんなもん100万年早いって感じだよなー。ああ。で、これからその、まあやっていこうとは思ってるんですけどね、ちょっと買えなかったりしたりすると思うんで、一応不定期ということでね、絶対買うって言ってさ、あの動画出さなかったら、それはね、 せ、えー、あの、誠実さかけるなってことで、不届ということにさせていただきました。うん。ナンバーズ3見にね、一回は当てとかないと、え来年3いけへんなと。というかね、もう、卒業したいそ、そろそろ当てて卒業したいですね。もう気分的にはナンバーズ4とかも ババチバチいきたいなと思ってるんですけど正直言ってその金額がさねあんま高くないわけやんそのえっとミニで当たったらえっと期待値では8000円とかそんなんですよね8000円だったらさ稼げる人は稼げるよね1日ででえっとまあナンバーズ3もそうか 正,正直金額がね、そんなに高くないので、まあ言うたら夢がないんですよ。で、これ例えばね、えっ、ー、と、ロトセブンだと、まあ1億とかじゃないですか。1億って稼ぐのって大変ですよね。じゃあそれがバシッと当たったら夢ありますよね。おおすごいってなるよね。でも、ナンバーズ3ミーで俺が当たったとしても、あんまりね、夢ないんですよね。<laughs> よかったね、おめでとうって言われてもさ、 金額が8000円なわけっすよ。うーん。って感じだよな。最近はもちろん物価も上がってきて、8000円で何が買えるって、なかなか買えるもんも少なくなってきたんじゃないですかっていう感じなんでね。<laughs> ぶっちゃけ、ぶっちゃけ早く <laughs> 他の行きたいなっていうのはありますけど。まあ、当たってないんですよね、なんせ。だから。 もう何も言うことできないんですけど、当てたいっすね。正直言って。じゃあ、仕事行ってくるか。また、えー、次の動画、まあ。他の動画もね、ぼちぼち出していこうかなと。その、バイクの件ですね、の動画を上げていきたいなと。うまくいったら、<laughs> うまくいってほしいんですけど、うまくいったらね、そっからいっぱい動画出していきたいなあと、部品が今、ちょっとないので、 それが来てからなんですけどね。絶対動画出しますんで。で、もちろん成功するいい動画を俺は望んでます。<laughs> 正直言って、なんか、その、な、納豆なんですよ。納豆が取れないっていう話で。納豆が取れなかったら何もできないんですよね。取れてもらわないと困るんでね。<laughs> 俺が一番ね、 その撮れるるシーンを撮りたいって思ってて思皆さんどうですか納豆取れましたっていう動画をこれからバンバンえっ、ー、とね整備できますっていう動画を出したい俺は本当に前もこういうのあったんだけどそれはねえー、っと確かあ諦めてあのもう整備屋っていうかバイク屋に 出したんですけどねでそっからなんですよねまたそのトラブルがありましたとで結局やっぱり納豆が自分取れない時点でね何もすることができないんでまたその整備屋行くしかないんですけれども、まあ、行けばいいじゃんって話なんですがなんかそれだと成長ないでしょというわけでまあやっぱりやりたいんですよね自分でであんまりその他人に任せられないなっていうのが思ってて。 で、時間も取られるじゃないですか。で、自分でできたらもうちゃちゃっとできるでしょ。こんな一週間もかかってなんてこともなく。で、あの、そのバイク屋も予約というかね、なんか忙しいんでっていうので、一日ですぐやってくれへんのですわ。<laughs> なんかそれ思うとね、で、しかも、ぶっちゃけ結構な値段取られるでしょ。なんかそれ思うとね、もう自分でやった方がいいなって思ってしまって。で、 それでできたらまあ嬉しいし楽しいじゃないですか。っていうので、まあ,あの、基本的には自分でやろうと思ってるわけなんですよね。で、やっぱりな豆と、<laughs> まだ、まだだから何もできてない状態。わかるこのくや悔しいっていうか苦しい気持ち。あの、なんかを整備するにしても、例えばネジとか外すじゃないですか。そのネジが外せない段階なんですよ。私が今いるところ。何もまだや,やれていない。 釣らないっすかもう <laughs>。なのでね、ぜひとも、あの、なんだっけ。ナットを外す機械を買いましたので、名前忘れたちょ。インパクトレンチだ。そう。そいつの実力を動画でバシッと見せたいと思います。頑張っていただきたい、インパクトレンチさんには。では、次の動画でお会いしましょう。もうすぐ、ね、部品揃うと思うので、すその動画、 あの、部品が揃えばすぐに動画出します。では、あの、次の動画期待、期待 <laughs>、あんまり期待するとね、これフラグが立っちゃうので、よろしく、よ,よろしくお願いします <laughs>。